ホーム FC 町田ゼルビアの今日のスターティングメンバーです。ゴールキーパーが福井、最終ライン三木、深津、高橋翔平、奥山、中盤は高江と佐野が真ん中、右に吉尾、左に太田、前線はトップ下に平戸、最前線中島、この、並びで予想しています。アウェーの栃木 SC の今日のメンバーです。ゴールキーパーはオビパウエロビンナ、最終ライン黒崎、柳、乾、溝淵、中盤は佐藤、西矢、右に矢野貴章、左に八千田、前線は今日は豊田と有馬の2人となっています。ショートコーナーなら高江もありますが、近いところ平戸、低いボール、嫌です、そして逆サイドへ、面白い展開でしたけどね。ここで少し平戸が中へ持ち出して、少しイン巻きでゴールに向かっていくようなボール、コーナーキック栃木、八千田、ニアサイド、これはゴールキックに変わります。ゴールキックのタイミングで高江レオは一番前まで一気に上がっていきました。太田、よく見てました。高江、それでも奪い返した栃木、ここは佐藤翔です。おーとちょっともみ合いになって、吉尾が取った、距離ありますが狙ってきました。ちょっと栃木はヒヤリとする場面でしたが、なんとか事なきを得ました。豊田、有馬、ちょっと角度厳しくなって矢野、太田が戻ってファールはなし。黒崎、低いボール、間狙ってきた、福井、こぼれて有馬、こぼれ球に足を合わせましたが、ちょっとシュート浮いてしまいました、有馬幸太郎。あとは一列前に上がった時にどう前に絡んでいくか、あとボールを引き出すかですね。先ほどは深津がちょっと運ぶシーンがありました。高江から一気に右、三木、頭で残します、吉尾、左足もあります、吉尾シュート、シュート、まだこのオビパウエロ・オビンナが慌てて止めるっていうシーンはなかったんじゃないかと思います。八千田が追う、三木、ワンタッチで吉尾、そのボールを狙ってました。ここは佐藤翔が取る、いい狙いでしたね。ただ中島奪い返し、平戸、太田へのボール、おー通った、太田チャンス、左足、ナイスブロック、西矢だ、よく滑りましたね、西矢。高え、ちょっと背を狙う、柳と1対1、ちょっと落とす、強い太田、シュート、ちょっと浮いてしまいました太田。サポートもいい距離感だったんですけどもね、ゴールに向いた久々のプレー、ボールに体重が乗りませんでしたか。ラインは、まあ、後ろの枚数は増やしましたが、変わらず高めに設定した栃木。奥山から柳、跳ね返す、こぼれ球、佐野、ちょっとつながった、岡田、左足、ナイスブロック、また乾、いや、このロングボール、まあ、よく柳触ったんですけどね。長谷川、佐野、ちょっとせ、最後岡田が蹴ります。宮狙い、これで試合終了のホイッスルです。押し込んだのは町田、ただ点を取ることができませんでした。守り抜いたアウェーの栃木、スコアレスドローです。